はいどうも、底辺ゲーム実況者ゆうぴーかーです。今回はね、久々にゾッとする話をしていきたいと思います。2本ほど話していきたいかなって思うんですけども、まあこれ聞いた話なんで、僕自身が体験した話ではないということをね、あらかじめご了承ください。なので、もしかしたらね、ネットとかですでに上がっている話かもしれませんので、そこのところはご容赦ください。はい、ではね、早速話していきたいんだけども、1本目の話はですね、まあとある4人家族の話で、まあその家族はですね、お父さん、お母さん、お姉ちゃん、そして弟、この弟がこの話の語り手になるんですけども、まあ仮に A 君としましょう。で、その A 君がですね、まあとある日に自分の家に連絡が来てですね、どういった連絡だったかというと、お母さんが交通事故で意識不明の重体になってしまったという連絡を受けたわけですね。で、結構本当にもう危篤状態みたいな感じだったんですけども、まあ、そこからですね、何ヶ月か経って無事にその意識は取り戻しそうな感じになったわけですよ。でもちょっと事故の後遺症でね、車椅子になってしまうかもしれないと、そこは覚悟しておいてねとお医者さんに言われたので、まあこれを機にですね、まあ家をこうバリアフリーにしたり、まあその散らかってるいろんなものを片付けようっていうことを、その残りの家族でね、考えたわけです。で、その時にこうふと思ったのが、お母さんが今まで大事にしていた鏡があったんですね。で、その鏡って、まあ、普通だったらお母さんの寝室とかね、そのまあ大体自分の自室にあるわけじゃないですか。でも不思議なのが、まあ、その鏡って、まあ、その家2階建てなんですけども、その階段登ってすぐのとこに置いてあるみたいな感じだったんですよ。で、お母さんはその鏡を大事にしてたらしいんですね。うん。だから感覚としては、1階からこう階段登ってすぐ目の前に鏡があるよみたいな、うん、まあ、自分の全身映るよみたいなね、感じになるわけですけども、まあ、あの鏡、まあ、もういらないでしょうみたいな話になったわけですよ。うん。で、まあ、その処分しようねみたいな話をしていた時に、まあ、ある日お姉ちゃんがですね、突然うなされて高熱を出したんですよ。で、その時にお姉ちゃんがひたすら、あの鏡が怖い、あの鏡が嫌だ、あの鏡を何とかしてくれとすごい言ってたわけですね。で、まあ家族全員そんな霊感とかないので、お父さんなんかは、何言ってんだよ、お前の熱とあの鏡は関係ねえだろうなんていうふうにね、笑って言ってたわけです。で、無事ね、お姉ちゃんの熱は下がって元気にはなったんですけど、まあその時にね、そんな話をしてたわけですよ。いや、お前熱出したからってあの鏡関係ねえよと、うん、で、そんなはっはっはなんて笑い話をしたその時、お父さん階段から落ちて全治1ヶ月の怪我を負ってしまったんですね。で、まあ、家には A 君とお姉ちゃんだけの生活にしばしなってしまったんですけども、お姉ちゃんの方はもうね、鏡と関わりたくない、怖いっていう風に言ってて、で、その鏡もずっと置いてあるんですけど、まあ、A 君も自分で処分するつてがなかったので放置してたんですね。で、なんやかんやって1ヶ月経って、お父さんが退院してきて、で、お母さんもね、無事、退院できるってことで、帰ってきたんですよ。で、久々に家族4人が揃ったんですけど、あの鏡どうするって話になったんですね。で、お父さんがお母さんに、お前がね、大事にしていた鏡、あれ、処分しようと思うんだけど、どうするって聞いたら、お母さんが、何言ってるのって言ってきたんですよ。だからお父さんが、
いやいや、何言ってるのじゃなくて、お前が大事にしてたね、あの鏡、処分しようと思ってるんだけどって言ったら、お母さんの方が、何言ってんのってまた言ってきたんですって。だから、いや、何言ってるのって、どういうことって聞き返したら、いや、数ヶ月前に私が事故に遭ったでしょ。あの事故、あの鏡を捨てに、ゴミ収集所に捨てに行って、その帰りに事故に遭ったのよ。だから、もうあの鏡は片してあるわよって言ったんですよ。いや、そんなはずないだろって、家族4人で鏡を見に行ったら、もうそこには鏡が置いてなかったそうです。という、お話を聞きました。まあ、今ね、その家族は普通に明るく生活しているそうなんで、まあ、その鏡が一体何だったのかとかっていうのは全くの謎みたいなんですけど、はい、そういう不思議な話でした。はい、2本目の話していきたいと思います。この話も教えてくれた人は同じ人なんですけども、とあるね、看護師さんの話になります。まあ、仮に A さんとしますけども、その A さんはですね、看護師さんなんですけども、まあ、非常に怖がりなんですね。で、もう看護師イコールやっぱりもう夜勤イコール恐怖体験みたいな感じで、本当に不思議なね、ことがやっぱりいろいろとある世界らしいんですけども、まあ、その A さんがお話ししてくれた話らしいんですが、その A さんね、自分が担当している患者さんでもうヨボヨボのおじいちゃんが一人いたらしいんですよ。まあ、仮に B さんとしますけど、その B さんね、ちょっと変わった人で、すごい寂しがり屋な方だったらしいんですね。で、本当にもう夜中の1時とか2時になるとナースコールを鳴らしてくると。で、そのたんびに A さんが行って、 B さんつって、また鳴らしてるのって言って、で、まあ、ええやないか、ええやないか、みたいな感じですごいね、気さくな方ではあったんで、そこでこう、ちょっと軽く20分ぐらい話して、うとうとしてる、寝たところをまた見計らって、ナースセンターに帰るみたいなね、ことを繰り返してたらしいんですよ。うん。で、まあ、それからですね、残念ながら、やはりお年を召していたので、B さんは亡くなってしまったらしいんですね。うん。それからですね、1週間ぐらい経って、ナースセンターでナースコールが鳴ったわけですよ。で、鳴ってるその部屋がですね、まあ、B さんの部屋だったわけですよ。うん。で、あーと、ついにこの時が来たか、私もかって A さん思ったらしいんですね。で、これどういったことかというと、やっぱりこういうことってよくあるみたいなんですよ。誰もいない空室からナースコールが鳴るっていうのは結構日常茶飯事な部分があって、でも A さんは怖がりなんで、後輩に頼んでちょっと行ってきてっていう風に頼んでたんですって。で、そこの病院では空室からナースコールが鳴った時やってることがあって、そこの患者さんに向かって、その病室の扉をガラガラって開けて、何々さん、あなたはもう亡くなってるじゃないですかって言って、スーって閉めるんですって。で、もう毎晩毎晩同じ時間に B さんからのナースコールが鳴り響くんですね。で、そのずっとね、鳴ってるとやっぱだんだん感覚が麻痺してきて慣れてくるわけですよ。で、今までずっと後輩に行かせてたんですけど、 A さんね、もう慣れたんで、あ、じゃあ私ね、もともと B さんと仲良かったから、私が今日は言いに行くよって言って、B さんがいた病室に向かったわけです。で、ドアをね、ガラガラガラって開けて、B さん、B さんはもう亡くなってるじゃないですか。ゆっくり休んでくださいって言って、ガラガラガラってドアを閉めようとしたら、まだ死んでねえんだよ！って声が聞こえたらしいんですね。という話なんですけども、まあ、そこからまた A さんね、その病室には行きたくないって言って、うん、
だったらしいんですけど、まずその後ね、違う患者さんとかが入って、ナースコールは鳴らなくなったそうなんですけど、はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今回はね、ゾッとする話を2本ほどね話させていただきました、たまにこういったゾッとする話また動画であげるかもしれませんので、よろしければね、楽しみにしてもらえればなと思います。また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。